皆さんこんにちは。プリモ麻布十番クリニック麻酔科専門医の島山です。当チャンネルには麻酔についてご説明した動画も多数ありますので、ぜひご覧ください。さて本日は先日に引き続き、麻酔ってどんな種類があるのというお話をさせていただきます。今まで局所麻酔や小規麻酔、静脈麻酔についてお話ししましたので、ご興味があればぜひご覧ください。今回はいよいよ全身麻酔についてお話をします。全身麻酔の場合は、患者様に静脈麻酔やガスの麻酔で寝ていただきます。この時深く寝ていただくため、息が弱くなったり止まったりいたします。そのサポートのために、お客様がしっかり寝られた後に、お口の中に以前にもご紹介したラリンジアルマスクといって、酸素マスクを小さくしたようなものをそっと入れさせていただいたり、気管という肺の入り口のところまで酸素を送るための細く柔らかいチューブを入れさせていただいたりします。ここが静脈麻酔とは大きく違う点です。ちなみにこの時、患者様は麻酔で深く寝られているので、お辛いことはありません。ご安心ください。全身麻酔のメリットは、患者様に安全な状態でオペを受けていただける点です。しっかりと寝ていただいた上で息もサポートいたしますので、息が止まってしまうこともなく、とても安全ですし、とっさにお痛みで体が動くことも非常に少ないです。デメリットは、どうしても静脈麻酔よりは手術が終わった後の回復にお時間をいただく傾向にあるという点です。とはいえ、当院では安全性と患者様の快適性について、なるべく良いバランスになるように麻酔を調整しており、術後は全身麻酔であっても2時間以内に安全にご帰宅いただける状態まで回復されることが多くなっています。もちろん個人差などもおありですので、日々フィードバックをいただきながら精進を重ねています。私自身、全身麻酔で手術を受けたことがありますが、自分の感覚としては、はっと目覚めたら全て終わっていて、とても楽でした。手術の直後はさすがに眠かったのですが、2時間ほどで安全に家に帰ることができ、全身麻酔のメリットを実感しました。美容外科手術に興味があるけど麻酔が不安という方もいらっしゃると思いますが、ぜひ一度当院までご相談いただければと思います。これからも美容外科医療の現場から皆様のお役に立つ情報を発信してまいります。いいねボタン、チャンネル登録などお待ちしております。ありがとうございました。